ジュミさん、そして池田佳代子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今日のテーマです。早速申し上げます。怖い思いをした経験、出来事、これをちょっとね、まあいろいろあるでしょう、怖い思いのこと。ずっと考えてたんですけど、うん、先に言ってください。 私はやっぱりね、あのストーカー、ストーカー、ストーカー、うん、やっぱりね、なんか自分がこう家に入ろうとすると、うん、常にもうその人がそこにいてたりする、それ結構ね分からなかったんですけどね、でも考えてみるとなんか、なんかそうかなっていう、そういうことを意識しだしてから、やっぱそうだなっていう気がしてね、うん、それからちょっとやっぱりあのすごく怖くなった時ありましたね。最初はなんとなく思ってなかったんですけど、でもなんかよくよく考えるとちょっと不思議だよなって思い出してからは、やっぱちょっとなんかね、あ、絶対そうだなっていう、うん、感じで、でもあの虫が一番ですよね、やっぱりね。じゃあ何にもないんでしょ。そうどれぐらい続いたんですか。はいはい、そうですね、気がついてからはね、それでもなかったですけど、それまでは結構ね鈍感な方なんですよ。あんまり結構鈍感なので、まあそれぐらいの方がええけど、あんまり神経質にビビってしもうてもね、うん、堂々としてりゃまあそれでええかみたいな、まあ、そういう意味ではいい性格やね。そうです、はい、はい、ジュミさんは怖い話。いや、それ以上に怖いのはちょっとあれですけど、仕事が終わって車を運転して、でそこの道を曲がればもううちっていうとこだったんですけど、曲がると、パトカーが 5,6 台家の前に止まってて、もうすっごい腰抜けるぐらいびっくりして、わ、家の中なんかあったのかなと思って、で車をとにかくもう置けるとこに置いて急いで行ったんですけど、で玄関開けて入ると何事もなかったように、でパトカーが来てるのも知らないみたいな感じで、だからもう本当すごい怖い思いをその時びっくりしたという、まあ、びっくりの方ですね、え、じゃあ、あのジュミさんのお家は全く関係なかった。関係なかった、その前でゴタゴタしてたみたいで、はい、で5台、5、6台来てました。これ結構なあれですよ。ものすごいですよ。なんかもうすごいびっくりして、びっくりするわ。ああ、もう刺されてるとかいろんなことが、やっぱ悪いことにね考えてるんで。まあ事件が起きたと思うよね、はい。なかなかできない経験ですね、それは。そうなんですよ。いや、どっちもちょっと怖い。本当、ストーカーもね、やっぱりこの我々の職業はそういう、思いをしてる人が結構おられますので、はい。まあ、何事もなくてよかったです。はい、それでは今日の曲を教えてください。ジュミさんから。はい、夏にぴったりの松田聖子さんのスイートメモリーズを聴いてください。あの可愛らしい曲ね、 CM ソングでよく流れてたやつです、はい、ペンギンさんの、ペンギンさんのやつね。はい、かよちゃん。私はですね、8月の14日に、ね、2人でね CD を出しました、ね、はい、でその中に入っているドルチェビーターという新曲を、新曲、はい、歌わせていただきます。いや、楽しみやな。それでは歌の方お楽しみください。あんなには燃え上がれ
失った夢だけが美しく見えるのはなぜかしら。過ぎ去った優しさを今は甘い記憶again. I have spent so many nights thinking of you, longing for your touch. I always love you so much. あの頃は若すぎていたずらに傷つけあった
人は抱きしめたがる。窓の外、星が眠るまで、この部屋は最後の楽園。シーツの波まで魚になるの、眠らずに夜明けまで、あなた見つめていたい。ドルチェビータ束の間は永遠の始まり、私はあなただけの燃える火だな。ドルチェビータこの世に二人きりの夜が終わる日まで、ドルチェビータもう誰にも邪魔はさせない、私はあなただけに踊る日だな。ドルチェビータ命が震えるほど熱いキスをして、相川純平さん、そして清水清さんです。よろしくお願いいたします。この間はね、会いたい人って言ってね、まあ師匠師匠って、ね、そうですね、そんな話をしましたが、はい、今日のテーマは全然違います、はい、怖い思いをした出来事。ああ怖い思いね、聞きます。相川さん何か怖い思いはたくさんしてきてはいるんですけどね。まあまあね、もうこの前もテーマでちょっとだけ、うん、少しだけおしゃべりさせていただいたと思うんですけど、私もね、約4年4、5年前にね、はい、水道をねちょっと患いました。どこどこ水道水道、水道ですわ、水道蛇口がちょっとひねり故障してまして、それはじゃなくて、うん、本当の水道でございましてね、うん、それをね、もう私はもう水道っていうのはいろいろこう調べましたらね、一番水道がんは一番ダメだそうですわ、がんの中でも。あ、もうきついんだ、はい、もう5年以内生存できるのがね 2%、 ね、ステージ4まで行った 2% しか、100名のうちで 2% しか、100名のうちで2名ですね、うん、生きられるのがということでね、データで見ましてね、ええ、そして私ももうそっからも結局怖いですね、怖いわね、もうあっちの方に死に向かってるとか、いつも毎日暮らしてて、いつ死が訪れるん、いつ迎えに来られるんということで暮らしてたんですけどね、ある私もスマホでバーいろいろ調べまして、そしたらね、スマホで調べたらそのゴーヤがいいってこと出てきたわけですね、うんうん、このゴーヤを私が徹底的にやりまして飲みましてね、うんうん、そして今その時が 52.5 キロまで体重が落ち込んだ時、うん、今は60ぐらいまで回復しましてね、うんうんうん、で健康になったというね、一番怖い話はもう命があっちに行くという怖い話ですわ。がんってやっぱり、まあ、今はね昔ほどではないけど、はい、もう言われた死、死の昔は死ですね、その恐ろ、それ怖いどこじゃないよ、ね、そうですよ、もう一番怖い思いをしたのはその怖い思いですね、あ、まあ、いろんな思いがありますけど、だからもう死と、もう死、いつ迎え、いつ迎えに来るのっていう感じで暮らしてたら何年かは。いやいやね、これ本当なんです、ね、いや本当に目が真面目に言うてるから本当そうやったやろなと、ね、真面目これ本当生きておられるのが奇跡ですね。でもね、いやいや、まあそれが水道のがんと決めつけたのは私なんですけどね。あ、じゃなかったんです、ね、まあそれは言ってないんですけど、水道に影があってどうのこうの言わ、おっしゃって、ね、不安で不安で怖くて、そうそう、不安がでも影がある、そしたらもうイコールもうがんや思って、ね、1回目もうすぐまた新しく検査していただいたんだけど、
まだ影がある言わはって、半年後に来なさいとあの主治医がおっしゃったんです。半年後にどないなっとんねん、この私のがんがんという感じになったわけね、うん、でも医者も頼らんでいいよ、医者頼らんで、これ聞かれたら怒られるんだけど、やっぱり医者も頼らなあかんねんけど、そういう感じで自分はもうよし、ゴヤにかけるということで、うん、そのネットに載っててマウスに注射してね、で注射して 5% のゴヤの汁を入れて、それをあの水であと 95% 薄めたやつをマウスに注射したらしいですわ、うん、そしたらこれがね、あのアメリカでコロラド大学かな、そこでやったやつが載ってたんです、うん、それ72時間後にこのがんがなんと 98% 死んだいうこと載ってたの、うん、ほんな人間もマウスも一緒、私はもうこれにかけてみようってかけたんですわ、ほんなコロナと一生懸命やったよね、そう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 、もう命をそこまで調べて、そう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 、これが本当の話です、変な今レントゲン撮ったらここにゴーヤ入ったの、そうそうそう、だから入ってますここに、うまいこと落ち着けてくれたな、うん、さあ清水さん次は怖い話をいやほんなね、怖い話っていうかあんまり怖いことないんですけどね何やそれ、本当健康やしね、本当病気したことがないし、うんうんうん、まあそのいわゆる死ぬ時は多分一瞬で死ぬやと思いますけど、そういう怖い目思いはしたことないんですけども、まあ、あのデビュー当時、はい、まあ、デビュー当時って言ったら昭和の58、9年かそこらなんですけど、うん、はいはい、その辺であの神戸大阪って賑わってたじゃないですか、いろいろなんかね怖い人がいっぱいやって、うんうん、怖い人がね、いろいろ怖い、いろいろ怖い大林さんみたいな人がいっぱい、はい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 、反社会勢力というか、こういう服を着てね、そういう人がいっぱいおる中で一番激しい時に僕は三宮のキャンペーンをずっとしてたわけです、はいはい、そしたらその当時はもうちょっと派手な服を着て、はいはい、服を着替えさせられました、はい、おとなしい服、はい、で名刺を2枚も出されました、はい、こっちとこっちと、わかるでしょ、こっちの名刺とこっちの名刺、ほうほうほう、どっちが来たらどっちをこう、はいはいはい、でそういうビビりながら、まだ22歳です、ビビりながら一人でカバン持って、でキャンペーンに行った覚え、怖かったですね、あれは怖かったです。で一回ね、あの東ある町でキャンペーンしてる時にそういうところに呼び出されてですね、ま、どこでやってんのってこと、何勝手にやったの、そう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 、多分あったと思う、まだだってそれは平成になる前ね、うんうんうん、昭和の終わりですので、まだそういう時代だったということで、はいはい、そういう密室にね連れ込まれて、怖い、あれが一番怖かったですよね、うんうん、まだまだ若いね、22歳です、うん、そうやね、まあ、あれから3年ほどしか経ってないですけど、ね、そうです、そんなもんです、そんな真面目に言うことないまあ24人はもうなんかタイムスリップした、あのそういう時は無視しといて、あ、そうですか、分かりましたさあ今日の歌です、はいはい、今日もまた、ね、前回同様サックスのお手伝いを願いまして、はい、北島さんのナンバーから涙の花舞台を歌わせていただきたいと思います、はいはい、あのサックスの、ね、やっぱりこの生演奏が入るとそうです、ね、素敵ですね、そうね、はいはい、清水さん、はい、僕はもう大好きな歌でね、あの坂本九さんの歌で、心の瞳という歌を、はい、今日真面目に歌わせていただきます。真面目に、はい、はい、それではお楽しみください。悲しい別れが来たね、初めて出会ったあの日から時は流れていくとせすぎ、思い出はこの胸にこの
胸に泣いて最後の花舞台泣いちゃいけない、泣いたらダメと言った言葉の裏で泣く、この命かけて最後の花舞台へ。どこかの楽屋の隅で再び会えたら泣くだろう。声にならない涙の一人、果てまでもこの姿、この姿飾る最後の花舞台へ。それがどんなことだか分かりかけてきた。言葉で言えない胸の温かさ、遠回りをしてた人生だけど、君だけが今では愛のすべて。時の歩みいつもそばで分かち合える。
た足跡があるからさ、いつか若さをなくしても心だけは決して変わらない、絆で結ばれてる。夢のまた夢を、人は見てるけど愛することだけはいつの時代も永遠のものだから、長い年月を歩き疲れたら微笑み投げかけて手を差し伸べていたわり、会えたら愛の深さ時の重さ何も言わず分かり合える、たとえ昨日懐かしみ振り向いてもそれは歩いてた人生があるだけさ、いつか若さをなくしても心だけは決して変わらない、絆で結ばれてる。愛することそれがどんなことだか分かりかけてきた、愛のすべて時の歩みいつもそばで分かち合える。心の瞳で君を見つめれば、松原美穂さん、そして佐久間美香さんです。よろしくお願いします。今日のテーマ早速言いましょう。はい、今日はね、怖い思いをしたこと、うん、怖い経験、はい、それを語ってくださいということでございます。はい、結構こう見えてね、柔道初段なんであんまり怖くないんですけど、すごい一度、ま、段持ちや段持ちです。今怖い思いしました。大丈夫です、うん、ストーブの前にヘアスプレー3本置いてたことがあって、うん、でなんか違う部屋に行ったんですけど、ボカーンって音がしたんで、うん、もうどうしたのかなと思ったら、うん、2本目がボカーンってこう破裂して、バックドラフトみたいにボワーッと広がってピュッ
メラ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 、お、これは火事ではないかみたいな、めちゃくちゃ冷静すごいですよね。慌ててお風呂場に行って洗面器の水をピチャンってかけたんですけど消えないんですよね。俺これは消えないではないかと思ってガチャッとマンションのドア開けて、すいません消火器貸してくださいって言ったら4本貸していただきまして、ざっとで、あのそれでシューってたなんとか消えまして、よかったです。経験がストーブは粉々になってました、怖かった。そんなに威力あるんですね。はい、他の部屋に行ってよかった。よくね、なんか最近そういう事件がありますけど、それで済んでよかったね。そうですね、はい、いやみんな近所の方がびっくりされたと思います。ヘアスプレー、ヘアスプレー3本をストーブの前に置いてたら熱くなって、皆さんも気をつけてください。それはうっかり置いてたわけですよ、ね、別にぬくめるために置いてたわけじゃないもんね。そうです、暖を取ってたヘアスプレーそりゃ怖いわ、うん、怖い怖い、はい、続いて怖い。もう美穂さんほどは私怖い思ってあんまりしたことがないんですけど、うんうん、あの夢の話かな。夢、はい、私ね、あの小学校の自分に毎回毎回高熱を出した時に、うん、いつも同じ夢を見たことがあって、俺もあったそれ、え、あった、あります。あのね、だだっぴろーい塀がどこまででも続いてて、でそこをテク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 歩いていくんですよ。そしたらふっと空間ができて、うん、そこが門だったんです、うん、そしたら中に白衣、白衣ですか、ジョイさんじゃないけど、ジョイさんじゃないけど、美穂さんが、はい、美穂さんが違います。あのお医者さんがいっぱいいてストレッチを持ってきて、うん、私を乗せて、うん、手術室に手術をされるっていう、めっちゃ怖い夢。熱を出すたびに、熱を出すたびに本当に同じなんですよ。いや僕もね、熱を出すたびに同じ怖い夢は見てたんです、はい、だからそこは共通してるんだけど。そうですよね、うん、あの後美穂さんは出てこなかったな、螺旋階段の上から、うん、ヒュンと落ちるとかね、怖すぎる。怖い夢っていうのは夢って怖いですね、今でもありますね、たまにね、自分はもうおっさんになってんのに、高校の時のテストやのに、はい、テストやのに、あ、遅れる遅れる言うて、ああ家から出ようと思っても、ね、なんか体が動かへんみたいなとか、うん、あ、あります、あります、怖いですね。そうですよね、夢でも怖いっていうのは分かるんですけど、はい、はい、直してあげる、やっと8月28日に発売します、うん、あ、そうなの、はい、よろしくお願いします。もっと言って、うん、私の白衣の歌、直してあげる8月28日発売します、よろしくお願いします。はい、ごひいきに。ということはまたいずれ通信、いい関係になりましたね。はい、よかった、ね、ありがとうございます。カラオケでまた歌ってもらえるように、はい、ね、はい、よろしくお願いします、ね、はい、さあそれでは、今日の曲を教えてください。大阪しぐれをお願いします。え、あの都はるみさんの、はい、私大好きなんです、この曲が。あ、じゃあ、まあ、松原節っていうか、はい、ね、そうですね、ちょっと、ね、アイドル的な感じで、はい、そうですね、多分歌われるんじゃないかな、楽しみです、はい、はい、みかちゃん、はい、私は私の曲火の器をお願いいたします、はい、それではお楽しみください。しぐれ
じゃないの古傷は噂並木の堂島堂島鈴音こんな私でいいならあげる何もかも泣いてくださいああ大阪しぐれShe knows
いかがでしたか？楽しんでいただけましたでしょうか？ここでお知らせがございます。この日本カラオケ街歩きの名物コーナーが復活いたします。カラオケ突撃隊、あなたのお店に突撃して、この放送の中でね、あなたのお店紹介できますよ。詳しくはこちらまでお問い合わせください。お申し込み待ってます。それではまた。